劉備は孫権と手を組み、赤壁に曹操の軍を打ち破った。だがこの勝利は名手孫権の心に暗い不安を宿す。その後劉備は孫権から縁談を持ちかけられ江東へ赴く。相手は孫権の妹孫昌公。この婚姻をもって互いの絆を深めようとする計らいと思われた。元より憎からず思う二人、劉備と孫昌公はこの話に喜ぶ。しかしこの縁談は劉備を後の脅威と考えた孫権の罠であった。孫昌公をめとり後に滞在する劉備に孫権の刺客が襲いかかる。危機を脱するべく孫昌公の手を取りかける劉備。護衛として同行していた張雲も主君らを守らんと奮い立つ。謀略渦巻く江東に体得の脱出劇が幕を上げる。信じる者のため張子竜いざ参る。昌公殿との縁談を罠とするとは。いや、今は急いで脱出するのが先決だ。殿と孫昌公殿は私が守る。決なる孫の運命、血を明けよう。おい、我が治癒で葬ってくれるわ。私といてはそなたまで危険となろう。私は玄徳様についていくって決めたんだから。敵将討ち取ったり。と、ゾギュンだ。逃がすぞ。すぐさま。この頃にやれ。ジベ、我らを待ち構えるヘイ。だが、私はここで倒れるわけにはいけん。元帥。怒らせると怖いわよ。昌公殿、勇者ならん。未来の人に負けてはおれんな。おお、よくやってくれた。またお相手願おう。は敵将取ったり。素晴らしい話だ。お見事です。張雲、お前と共にいてくれてよかった。この子は勝負とさせてもらう。お任せください。必ずや殿と孫昌公殿をお守りします。やる。あなたかっこいいじゃない。
敵将を討ち取ったり。私の危機を察してきてくれたか。世話をかけるな。恩を求め、虫を生かしてはおけぬ。私の戦の調べを乱す者がいるようだな。凡庸だな。気づかぬと思った。劉備め、姫様をかどわかしてちょろちょろと、絶対に逃がさんぞ。敵は私が。お二人は先へ。俺たちの手で幼少を落とす。行くぞ、別についてこい。クリア。トーントーン。進むべき地は定まった。俺を信じてついてくるといい。超支流。おお、よくやってくれた。一人で来たが、この度胸だけは認めよう。さあ、今こそ犠牲を上げろ。全力で敵に突っ込むのだ。ここまでかな。言うとならん。私はここまでか。動ける者は劉備を追え。決して逃がすな。素晴らしいご活躍、お見事です。ここで強いか。たった一人で残る。まだ気力の餌食になりたいらしい。来やがれ。お前なんざ一人でだ。
敵将討ち取ったり。こちらの敵はあらかた倒したか。殿が死んだか。急いで合流せねば。なんという武勇。大丈夫か、将校殿。試させてもらおうか。素晴らしい。お見事だ。戦の主導権は我らにある。激しく攻め立てよう。超支流やる。この勝負は次回に預けよう。さらば強敵を。おお、よくやってくれた。ここまでかな。超死ぬ。その首狙い受ける。いざ。全力でこんか。望む者は力で勝ち取ってみせい。少々横行だが、狩りとは全力でなすものだ。一人で目立つとはいい根性だ。俺が懲らしめてやろう。ちょうどもな、我が知略見させてもらおうか。鈴の観念が相手を。気合入れてかかってこいや。言うとならん。やる。あなたかっこいいじゃない。この屈辱いずれ注がせてもらうぞ。どれ、わしが叩いてやるとするか。
さに真の三国無双。お主がわしの相手か。言うとならん。さあ、勝負せいや。ただ、お迎えはやんで。また戦まで会おうぞ。敵将、討ち取ったり。敵将、討ち取ったり。悪く。ここまで来れば大丈夫だろう。さあ、我々を待つ皆のもとへ帰ろう。